これはポンティアックのね、まあ、コンセプトカーかなと思うんですが、何のコンセプトカーなのかはちょっと分かりません。でこれはホットウィール、なんですが、ホットウィールってのはね、あのみんな架空車が多い中で、まあ、中には実車のやつもない多いんですけど、あることはあるんですが、ほとんどがまあ同時にこう架空車も実車と同様半分ぐらいの勢いで、たくさんあるんですね。でその中でエンジンむき出しの車とか、結構あのなんていうんですかね、こう面白い、ものっていうのがあって、まあ、それにハマってしまう人も中にはいらっしゃるみたいなんだけど、まあ、そういった中で、まあ、アメリカのこういうミニカーってすごい独特なんだよね、ホットビジネスって。だからそこが私は自分にとってみればあんまり、嫌なところなんですけども、それだったら同じ架空車だったら、あの同じホットビールでもキャラウィールとかね、あとは、特撮で使った車とか、あとはその何て言うんですかね、あのドリームトミカとか、まあ、そういったものは自分には優先的かなと思うんですよ。ただそういった中でもこのホットビールは紛らわしいのですが、そのコンセプトカーですね、コンセプトカーが実際にありましたっていうのも、まあ、中にはあるんですね。でそういったのが、まあこの、それぞれ入ったのが、まあ、この車の、時代でして、それも、まあその、車の中に入っていた、車種に入っていた中の、まあ、一台ということですね。ですから、まあ、非常にこうホットウィールというのはね、あのややこしいんですね、この会社は。みんな架空車かなと思いきや、架空車ですよと見せかけながら、実は実車がありましたみたいなね。そういうややこしいことするメーカーなんで、まあそういうところが、こう、たまにムムムっとするところの、まあメーカーではあるんですが、なんですね。で、それで、まあ実車があることには私は買うという主義もあるので、まあそれも、いるかというのはわかりました。だからこのコンセプトカーが一体何ていう車種なのかはちょっとわからないんですが、もし詳しい方がいらっしゃれば、まあ教えていただければありがたいかなと。感じでございます。というわけでどうもありがとうございました。